関口新神流。関口新神流は、江戸時代初期に、関口新、関口氏宗が開いた、柔術流派である。柔術という語の講師であるとされている。柔術と合わせ剣術や、居合術も伝承し、この三術で一部同体系を築く流派で、幕末まで、紀州徳川や五流儀の一つであった。関口流、新神流と、俗称されることもある。 関口氏は今川氏所流であったが、松平元康、徳川家康の聖室月山殿が関口氏出身であったこと、桶狭間の戦い以後の今川氏の没落、今川氏真との確執により、松平氏、徳川氏に仕えることとなる。死神の父、関口激志公は、家康の着子、松平信康の家臣であったが、信康の死後は、老老の身になったとされる。 死神が、日々、新たなる心で工夫をなしやわらを体制したことに、ちなみ、関口新心流としたと伝えられる。藩によっては、関口真心流と表記する場合もある。関口死神の辞書、重心心流辞書によると、特に死につかず独自の研究で、関口新心流を編み出したと書かれている。また、規範やわら話集によると死神、隠居発後の号から、 重臣、重臣とも呼ぶは、幼少の頃より武芸で身を立てることを決意し、諸国修行の内居合の思祖とされる、林崎仁介から移術、三浦義達から、組打ち術、長崎にて、諸越の憲法などを修行し、自らの工夫を凝らしやわらを体成したと伝えられる。重臣神流次助と、紀範やわら話衆等の記述から、開国修行で様々な流儀を見て、 それらを参考にし、独自の研究で編み出したという説が有力である。関口新進流中の遺書では、他国に徘徊して教えていたと書かれている。当初は、信政の孫、松平忠孝、加納藩主に仕えたが、忠孝の死後は、本田氏、本田正友、姫路藩主、本田正勝、郡山藩主に仕えたが出本、大久保忠氏職、赤朱藩主預かりとなった後、 徳川頼信、紀州藩主に客分として召し出された。柔ら心の後を継ぎ、長男、関口修行、宇治成、修行とも表記、郷は、露白、露白が継承するが、武士の俸禄は、自力で得る者として、諸国修行に出る。江戸にて、真田高堂、松代藩主、渋川義江、渋川隆隆空に教授したとされる。 数々の機構が伝聞されている、私業だが、文部に通じた指揮者であったため、紀州藩に帰参後は、自社奉行などの養殖に就いた。三代は、次男、関口氏営、宇治秀、豪は、良生。四代は三男、関口氏赤月、宇治明豪は有労、有郎。五代以降は、次男、氏営の子孫が代々継承している。江戸時代に、 関口家の歴代当主が五流儀指南として仕えた奇襲藩のほか、全国的に普及して三大流派の一つとされた流派であり、現在も関口家が和歌山県で伝承し、元宗家十三代は関口義を和歌山市在住が受け継いでいる。2006年平成18年3月16日、和歌山市指定無形文化財に指定された。続いて、 2010年、平成22年3月16日に、関口新神流柔術、居合術、剣術として、和歌山県指定無形文化財に指定された。また、奇襲以外でも、同流の文化が連綿と継承されている。関口新神流、第4代、関口氏赤月の系統である、岡山藩に伝わったとされる関口流と打破が、柔術、某術、 居合などを伝える総合武術として、和歌山、三重、大阪を中心に、北海道など各地に支部を持ち伝承されている。指針はある時、屋根から落ちた猫が空中で反転し無事に着地したのを見て、人間にもできるはず特風習受け身を草案したという伝説がある。頼信は、家中武芸者の実力に関し、一切の妥協を許さないところがあり、時折、 その実力を自ら試したという。頼信は、ある時、木内の庭園で、師神に親しく話しかけ、安心させたところを、後ろから故障につかせた。瞬時に転身をした師神に、逆に故障害けに落ち怪我をしたため、師神に感服し二度と試すことはなかったという。最も有名な関口新進流の文化に、関口八郎左衛門修業。 1630年から1716年の皇帝、渋川半五郎がいる。彼は、遠方8年、1680年に改殿を受けた、あと、関口修業の江戸行きに従い、主と共に、関口流の教殿に不信していた。渋川の晩年の門人湯馬団江門政権の代より、渋川流を称している。江戸の昔から熊本に伝承されてきた。 関口流抜刀術は、肥後熊本藩後鉄砲頭の伊沢十郎左衛門、長秀、1686年から1730年、が、関口新進流の師範であった、渋川藩五郎義江、1652年から1704年、より学んだ合わせを熊本藩士に伝えた系統である。伊沢の尽力により、肥後に伝播した関口流抜刀術は、一新後も、 熊本の地で連綿とその同等が守られて、三島清武と大石長勝の西に学んだ十四代の青木菊は、流儀の送電を、県外の皇帝三名、清永、木原、亀貝に託した。http:/www.bokuden.or.jp/. 番部金99ブランク 003html 前述の三名、清永、木原、亀貝より、後の時代は、青木の存命中から古武道振興会に所属して、継承する、宮崎伊佐夫の一派、亀貝高木宮崎、全日本剣道連盟の道に対応する、吉持清の一派、県連八段半死。伝書は、関口流刃道に改名。五所吉用、全県連熊本支部の意合同審査員だった。 晩年の青木の門邸前原の一派、全県連五段。後に古武道協会に移籍、最晩年に全日本巨合同連盟の副会長になった亀貝が、改変像を欲した教えを古伝と共に継承する、かやかん林、亀貝の即女全日本巨合同連盟順半士八段、及び山田正隆の一派、亀貝、山田正隆、山田敏康に分かれて活動している。 創作物語、水戸黄門では、厚み格の真が、本流の達人の設定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。